これが変更後の稽古スケジュールと綾渚祭公演当日のステージ割です。君たちの出演枠は綾渚歌劇場から特設野外ステージへと変更になります。月白夜、貴様が本当に死神たちを裏切るというのなら証拠を見せてもらおうか。僕はその日以来彼と少しずつだけど話すようになっていた。僕の友達の定義を変えたのは犬飼君。大した傷じゃないような。だいたいいつも朝はほったらかしだったじゃないか。なんで今日に限って。いや、二人きりというわけじゃなくて、世界も合わせて三人でというのが特別という意味で。世界トイレ長いな。武士道の本懐は天の道にあり、天の道に勝る道理はない。新影流免許開伝、柳生宗明参る。50番ってのは毎回 A 組 B 組の人間でほとんど埋まっちまうんだ。その中に F 組のお前を入れるなんて神業だからな。崩れた建物の脇にキラ副隊長、庭の隅にマダラメ三席、向こうの森に綾瀬川五席が倒れています。皆さん、ご入学おめでとうございます。私が四つ星学園学園長の諸星です。まずは君たちの先輩であり目標となる。これが霊薬桃丹だというのなら僧正坊の病にも効くかもしれない。だがこれを僧正坊に届けることはできないよ。僕はジュリオ・チェザーレ、ロマリアから来た転校生だよ。よろしく。まだ狙撃は下手くそなもん。でもこっち側に引き入れるのが目的なら袋にして言うこと聞かせてもよかったんじゃないですか。花猿だからだ。忘れちまったのか朝日院長。いや、アイアンレディに受けた恥ずかしめ、あの去年の夏の悲劇を。気持ちが寄り添えばランナーがどう動くのかが分かります。動きが分かればその背中を押してあげることもできるんです。いいんだよ葵くん、学業優先で。でも大丈夫だよ、代わりのバイトでも考えるから。や砂糖を加えた今のチョコレートの形になっていったんです。科学的にも恋愛感情の源である脳内神経伝達物質フェネチルアミンの一種が。醜い顔を見せてよ。さあ俺の代わりに泣き叫んだ。ゾクゾクさせて。他に方法がありますか。ではやるのです。真摯な気持ちとそれを表す方法は必ずしも一致はしないのです。の方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。しかし私のスタンドの敵ではない。君がその力を誰のために使おうとしているのか、僕は真実を見せてもらった。そのことを多くの人々に知らせたいんだ。小太郎様、己の怠け癖を気候のせいにするのはいかがなものかと。ただでさえ成績が悪いのにこんな調子じゃ落第確実ですよ。こんばんは。はじめまして、玉木さん。守護御家の一人、大見卓です。これからしばらくの間御家のまとめ役を務めます。よろしくお願いしますね。いいね、ミッチちゃんの絶望した顔。さあもっと気持ちよくなろう。一緒に地獄に落ちようよ。ふざけないでください。だいたい誰がリレーに出ようが関係ないじゃないですか。僕たちはあくまで岩飛び高校水泳部として全国大会目指してるんですよ。君は去った、逃げ出した。僕の前から姿を消した。あの頃と何も変わっていない。同じ地でも僕と君とは違うんです。兄さん、身代